はい、まずは関係代名詞から学んでいくわけですけど、まあ、関係詞の勉強するときですね、まあ、関係代名詞だろうが関係副詞だろうが、関係詞の勉強するときっていうのはまず主節があると、メインになる節ですね、メインになる節があってですよ、でこの中に含まれてる名詞、主節の中の名詞を別の節、これが関係節ですけど、関係節が説明するんですから、必ず主節と関係施設の元になる説、2つの説が必要だ、2つの SV が必要だっていうことをまずは押さえておきましょう。で今回ちょっと例文に使う主説は、はい、こちらと、The woman always yells at her husband とパーシングしておくと、 The woman S で、まあ、always 副詞で、で yell っていうのはですね、怒鳴るっていう意味なんですね。まあ、あの応援のことエールを送るとか言いますけど、それの、まあ、元になってる英語ですね。1番番号1番で怒鳴ると大声を出すと、誰に対してですかっていうと、旦那さんに対してと、ご主人に対して、夫に対して、その女性はいつも夫に対して怒鳴りつけておりますよという。でこの女性、その女性っていうのが一体どういう女性なのか、旦那さんをガガ怒ったはるですね、この女性っていうのは一体どんな女性なのかっていうのを別の説を使って説明しないといけないわけですね。つまり関係施設の元になる説っていうのが必要であると、それがこれだと。 She lives next door to me と、彼女は私の隣に住んではりますよと。 Next door っていうのは隣にという、これだけで副詞になる表現ですね。誰の隣かって言ったら、つまり隣のドアかって言ったら、私のですから、まあ、こういうパーシング構造になるわけですが、はい、だからその女性はいつもあの夫に対して怒鳴ってますよと、その女性ってどういう女性ですかっていうと、関係説の元になる説、私の隣に住んではる女性ですよと。でです、この2つをくっつけたいわけですね。ザ・ウーマンをこの関係説の元になる説で修飾したいわけですから、くっつけないといけないと。その時に変化が起こるわけですね。関係説の元になる説の中で、この修飾される名詞はザ・ウーマンなんでしょうと、つまりこれが先行詞っていうやつですね、先行詞なんでしょうと、この先行詞と同じ名詞が関係説の元になる説の中に含まれているはずだと。どれですかって言ったら、これですよね。ザ・ウーマンとこの C っていうのは同一人物ですからね。でこの C っていうのは、ちなみになので、この C を形を変えないといけない。ちなみに C って主語になってますから、これ当然名詞ですよね。名詞になる代わりのものっていうことで、関係代名詞っていうんですね。先行詞人ですから、そういう場合、関係代名詞の候補っていうのは置き換えしないといけない。Who, whom, whose。これのうちのどれかに変えてね、と。これでもパーシング今まで頑張ってきた人分かるようにですね、フーフームフーズっていうのはそれぞれ主格、目的格、所有格と呼ばれるもので、要するに名詞がどこに置かれるかによって形は変えなければいけないですよね。ということで今回は主語の場所にあるんですから、主格のフーに変えましょうねと。はい、じゃあこの2つをドッキングさせましょう。はい、ドッキングした結果がこうなります。The woman who lives next door to me always yells at her husband と。The woman 主語、主節の主語ですね。で、括弧で、こっからここまでがその女性を修飾している、説明しているわけですね。つまり、The woman という先行詞を、説明していると。で、who が関係代名詞であると。だからこれ主格ですから、要するに S ってことですよね。で、lives 一番。もうこの辺はさっきのパーシングと全く同じですね。はい。で、主節の動詞は変わらずこの yells であると。はい、こういう構造になりますよと。まあ、なので、主節はあくまでもこの囲ってる部分なんですよ。あくまでもここです。これが主人公の説であると。でもその中に含まれている the woman という名詞を説明したいがために、こっからここまでが、まあ、関係施設、関係代名詞施設として働いていると。まあ、そういう意味では主説、主役の説じゃない説なんですから、関係施設もですね、今まで勉強してきたあの言葉を使えば、関係施設も主役の説ではないので従属説の一つだと。
という言い方ができるわけですね。